エスタジオ・コベルナドール・アウベルト・タバレス・シューバー・イーシーフラメンゴは、ブラジル・ピアウイ州、テレジーナを本拠地とするサッカークラブである。ブラジル国内には、フラメンゴと名乗るクラブが他にもあるため、フラメンゴ・パイと表記されることがある。1937年12月8日に設立。イーシーフラメンゴは1937年12月8日に設立された。 カンピオナートピアウィエンセに16回優勝しており、同大会では、リベル AC に次いで2番目に成功しているクラブである。タッサブラジルには2度参加した。最初の1965年は、北部グループ1回戦で、3敗を小平や FC に敗れた。2度目の1966年は、北部グループの準決勝に進んだが、パイサンド SC に敗れた。 またカンピオナーとブラジレーロセリエにも数回参加している。初参加となった1976年は第1ステージで敗退した。1977年と1978年はグループ再開に終わった。1980年に選手権に復帰したが再び第1ステージで敗れた。5年後の1985年に再び参加し、 グループの8位になった。2000年のコパジョアン・アベランジェでは、モドロ・ベルデの第2ステージに進んだ。コパド・ブラジルでは1989年の第1回大会に参加し、1回戦でグアラニ FC に敗れた。同カップ戦にはそれ以降も数回参加している。ホームゲームはテレジーナにあるエスタジオ・ゴベルナドール・アウベルト・タバレス・シューバー、通称アウベウトンで行われる。 スタジアムの収容人数は52,296人で1973年8月26日に会場した。フラメン語とリベルとのライバル関係はリベン語として知られる。このダービーの最初の試合は1948年4月25日にあり、0から0の引き分けだった。ありがとうございます。